これが自分の本棚です。前回の家にいた時はこれの、多分3倍4倍ぐらいの本があったんですよね。多分だいたい2000冊ぐらいあったんですよ。でこれがね多分500冊いやねえのかな、まあよりすぐった300、500、どれぐらいなんだろうな結構あるんですけどまだね、これを今回全部売ってしまおうと思ってます。で、今回はねブックオフにねちょっと今日取りに来てもらう、あと多分30分ぐらいで来るかな、30% 買取キャンペーンみたいなアップになるんですよね。 30% アップになるの、だからどんな感じにねこれが売れるのか、これ結構自分がよりすぐったやつだし新しいのも結構含まれてるんですよ。まあ、よりすぐったやつは関係ねえか新しいやつが結構あるし、あ、よりすぐったやつも関係あるかね、結構高く売れるのかなーってちょっと自分的には思ってます。はい、いくらぐらいで売れるんでしょうか。少しずつ入れていきます。はい、これで全部完了しました。4箱ですごいな、4箱でいけるかなと思ったけどちょうど4箱でいけたわ。3箱じゃいけなかったぞこれは。はい、いやー思い出の品という感じですけど、もうこれ読んでなかったからね、もうね、ただ本棚に眠ってただけ。うん、だからもう、買いたかったらまたね買えばいいし、読みたいと思った時にね、今までありがとうございました。こんな感じでございます。全部綺麗になりました。さてあとは待つだけです。はい、ということでブックオフの査定結果出ました。だいたい5日ぐらいかかったかな、結構早めだなっていうふうに思いましたけど、見ての通り合計点数が146点で、お値段がつかなかった商品が71点ということなんで、200点ちょっとしかなかった。俺300点から500点みたいなこと言ってましたよね。全然感覚おかしいね。200点ぐらいしかなかったよ。で、合計金額が21,657円ということで、結構高い感じがしました。てか前回とよりも全然高い。まあそれは当たり前かなっていうところですけど、まあお気に入りのものを残したし、新刊、新しいもの、比較的新しいものも結構残した感じだったんで、こんな感じになりました。はい。で、買取明細をちょっと見ていきたいと思うんですけど、これね、だいたい7円とかでこういう風にね、売れてるんだって感じですね。はい。で、なんか結構521円とかのが多かったですね。うん、521円。あ、これ、もし、なんか、参考にしたい方がいたら、ちょっと、ピッとね、一時停止してみてくれれば。ザラーっと全部140何点、ちょっと見ていくんで。うん、あ、そう。D、ドクター F の格闘技学。これは975円。これは結構熱いやつなんですよね。これ結構高いっすね。で、ライフスパン老いなき世界、知っていますでしょうか。これは結構 YouTube でも、まあ、動画で上がっているやつですね。いろんな人が上げているやつなんですけど、1236円。これ高いですね。うん、これは結構自分のためになりましたよ。破壊せずストレスを与えるっていうね、ところで結構自分の価値観が変わったところもあったんでね。うん、ホワイから始めよう。インスパイア型リーダー、ここが違う。これは俺が30歳の時に、まあ、コンサルをしてもらった時にね、これを読んどいてくださいって言われて、内容全然覚えてないけど、まあとにかくなぜなぜなぜってね、いうことを追い求めろみたいな感じのことだと思います。うん。ザラーっと。で、もっと高いのがね、さっき調べたんですけど、出てたんですよ。ちょっと待ってくださいね。次行きます。はい、一番高いのはこれ。センター、対軸、正中線、自分の中の天才を呼び覚ます。格闘技とか運動生理学とかそっち系のやつって結構高いんだ。1951円ですよ。すごいっすよね。うん。で、ドリルを売るために。あ、これも結構高いんだ。これもまあまあ前のやつなんですけどね。まあ、ご時世によってね、結構値段とかっていうのは、ご時世っていうか、ご時世にもよって違うし、あとはまあ需要と供給の量によってね、結構変わってくるんで、その値段っていうのは。うん。古いやつでもまあ結構高かったり、営業の魔法、これ良かったですよ。うん。こんな感じ、こんな感じ。で、最後。
自分の本、誰か売りたい人がいたとしたら、自分の本とか自分自身の本ですねを売りたい人がいて、同じものがあって、これが高くてこれぐらいだったら売りたいって人がいたとしたら、ぜひこれを参考にしてもらえたらなというふうに思いますよ。止めてみてくださいね。よかったら、これ良かったんですよ。これ何回も読みました。成人発達量により能力の成長。これも結構分厚い本ですよ。845円。いいっすね。うん。人の成長っていうのはね、上がったり下がったりして、成長していくもんだというようなところで、これは俺は吸い込んで、ああ、そういうもんなんだっていうふうに意識落とし込んだら、もう日常からそういうふうに考えるようになって、成長ができてきて、いるのかなっていうふうに自分は思ってます。はい。っていうのがね、結構ためになった。うん、はい、こんな感じでございます。ここで最後ですね。はい、こんな感じで合計金額 21,657 円でした。146点、1冊100いくらって感じですね。その中の内訳を今見せさせてもらいました。もう本はね、読みたい時に読むけど、もう取っておかないことにした。場所取るしね。うん、読みたいものがあったら買って読んで、また売ってっていう感じにしていこうかなと思ってます。そんな感じで終わります。さよなら。